はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。レオジン縛ります。今回の縛りプレイはですね、バリックスサイト、バリックスサイトの真ん中の、レティクルという部分なんですけども、あそこって変えれるんですよね。リフレックスサイトもしかり、ビーコンサイトも変えれるんですけど、あとサーマルサイトとかね、それのね、バリックスサイト、ゴーストサイトですね、幽霊の顔があるんですね、そちらをつけた状態の高倍率縛りですね。このもうただいさえなんかもうきったんきったんなこのなんかでっかいサイトにですね、ゴーストの顔をつけて、幽霊の顔ですねをつけた状態でやると、おマジこれ怖すぎんだろマジで。やだねこれ。それを SMG につけてやってくださいという縛りでございます。さあやっていこうか。じゃあ早速ね、最近ちょっと使ってない、ちょっと待って待って、サイト覗いてキルすることはほぼないでしょうね。このとこのふざけんな、上とかにいそうだな、これこういうとこにいそうだけど、ほらいた、 OK。 幽霊うっとうやこれ、 OK。 ブレるなこれ、分身ってこい、いやーマジ倍率が高すぎて見えない、倍率が高すぎて見えない、本当に見えない。今キルできてることが奇跡に近い。だへい、うっとうしいなこのサイト、邪魔で仕方ない。味方お前そういうとこに止まるんじゃないよ。いいか、コンバインっていうのはスピードが大事なんだよ。スピードダメなんだよ、スピードに負けたら。なんか一回下にいるんだけど、水ですねおそらく。行ってこら、どれが本物だ、俺だよ。ほんと邪魔やな。でも明るかったら見えないっていうね。何ですかね、ニュークタウンのマネキンなんですかね。ここはなんかこうもっと面白いのが来てくれたら嬉しかったけど。倍率まだいん、あ、そっちか。レジ入ってますね。危ない。だあ！くそー、サイコシスとの連携がいまいち。てか出すタイミングが本当に悪いみたいだね、俺。さあ、タップ打ちでブレを抑える。コートテクニックだね。いや、そうでもないです。俺だよー。まだいるやろ。わあ！どっち？そっちか！ああいうとこ狙えんじゃね？狙いたいよ、ほら。ほら、いた。それは残像だ。ダレッチを食うんですわ。どうですか？岩場とか、水ですね。オッケー。お、ナイス。おら！来るか。うわー、来た！ほとんど部屋の中だと思うんだよな。ほらほら、ないったろ、あれ意外と強い。いや少なくとも VMP でやる距離ではなかったな今。あんなにきっちりスムーズに弾入ると思わなかった今俺も。あー綺麗だね、これもしかしたらブレード強い武器ほどバレックスサイトの恩恵があるのでは。わかんないですね、ちょっと確かめてみる必要がありますね。はい、ということでご視聴お疲れ様でした。リクエスト本当にありがとうございます、いつも。縛りリクエストや、縛りリクエストに関しては、Twitter や動画コメント欄で気軽に募集しておりますので、もしよかったら、またお声掛けください。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。